こんにちは、未来クリニックの今井和明です。動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はこのリサトールリノローションを紹介したいと思います。なんとですね、サンマのまんまという番組で歌手の愛子さんがご自分も使っていて、明石家さんまさんに、わざわざ、ご自分でこう調整して、鼻に刺す、点鼻したというふうな、ね、動画を私も見させていただきました。びっくりしました。愛用の方々たくさんいらっしゃってですね、ここではもちろん名前を明かすことはできませんが、ああいう方とかですね、こういう方とかですね、たくさん使っていただいております。まあ、声を使う方々ですよね。歌手の方とかアナウンサーの方とか、もちろん、セールス、テレフォンセールスしている方もそうなんですけれども、声を使う方はジョイントを悪くしがちなので、このミサトリノローションを使っていることっていうのは方いらっしゃるというふうに思います。ちょっとどういうふうな使い方とどういうふうな作用をするのかということについてお伝えしたいと思います。改めてね、ミサトールリノローションは炎症を沈めていくことができる梅のエキスを点鼻用にね作ったんですよ。梅をねお鼻の中に入れるっていうと痛そうだとか染みそうっていうふうなことを思うと思うんですけれども、これは濃度とか、pH とか pH を調整してますから、まあ、入れてもですね全く痛くありません。これで痛いってなったら結構ジョイント炎ひどいなんですね。でこれを、スポイトで取っていただいてジョイントに垂らしていただきます。未来クリニックでももちろん使うんですけれども、まあ、上咽頭炎だったりとか、あるいは、まあ、風邪の予防だとかに使っている方もいらっしゃいますね。で、できれば、こう、座った状態で入れるよりは、横になった状態で入れた方が、この上咽頭にしっかり溜まりますので、効果が現れると、現れやすいというふうに思います。その後飲み込んでいただいても全く構いません。中には、テレビでは確かこう吐いちゃうとかっておっしゃってましたけれども、飲んでいただいて全く構いません。もともと食べることもできるような梅から作られていますので、無農薬で作っていますから、飲んでもですね、食べても全く構わないんですけれども、そのまま飲んじゃうと上咽頭に行かないので、もったいないと思います。で、この梅のエキス、ミサトールリノローションなんですけれども、未来クリニックでは、お肌の問題ですよね。慢性のジンマシンとか、小石脳膠症とかというふうなお肌の病気を抱えている方には強くおすすめをしています。ぜひともこの上咽頭をねケアしていって、上咽頭炎を治していく、あるいは予防していくというふうなことをですね、生活の一つに取り入れていただきたいなというふうに思います。皆様も上咽頭ケアで元気な生活送ってください。